久保田氏一は、鹿児島県日置郡移住院長出身の歴史家、政治運動家。彼の歴史研究は、祖母の福永梅より、家電の、固い口木、異端記という古文書を渡されたことに始まる。この、固い口木、異端記に、記されていた、岩やあずさ漁の業績調査のため南九州各地を回り、その後研究結果を自家出版した。彼の著作中、 祖母の福永梅から受け継いだ固い口機、異端機のことはまとめて液談資料と呼ばれていることが多い。この液談資料については最後まで公開が行われず、また著書の中でも原文らしきものがほとんど引用されていないことから、その実在自体も疑われる。そのため現在ではその内容のみならず実在性についても、 彼が残した文章から間接的に推察せざるを得ない。固い口記については、彼が記した次の具体的な説明から、何らかの記録は実在したことを伺わせる。マカダ州は、引く中略岩や梓ずに関する情報、資料収集に努め、その地区一報告は、谷山下福元に、岩や梓ずが混流した、清泉時代代の十字が、 先週の共戦と薩摩藩学生たちが聖戦時で行った山岳会から得た知識と共に取捨選択して記し、秘密保持の必要上、記録の傘を小さくして構成に分かりやすく、残すために全て解消をもって念入りに記され、固い口と表記して厚さ50輪ほどに達している。1975年、都知事選に立候補した際、 選挙広報の中で、えた、えタた、えさどり、えた道、駅団などの語を13カ所で使用し、東京都選挙管理委員会から基本的人権を著しく侵害するなどの理由により、これらの語を職権で削除された。久保田の書論は、エタは、永常年代に、時の室町幕府を倒した、新物集合の駅団政府を語源にしたものであり、後に、徳川幕府が、 誇り高き駅団政府の子孫たちを全国に隔離し、差別したなどという独自の内容で、科学的には不正確だが、要するに、非差別ブラック民はもっと胸を張るべきだというもので、差別を助長する意図はなかったとされる。この事件は1975年3月25日、朝日新聞、毎日新聞、読売新聞の3紙の長官社会面で大きく報じられたが、 ブラック問題に関する報道タブーから、この事件の核心である、差別用語が一切書けなかったため、読者には全く意味不明な記事だったという。秋山祐徳大使、恥の美学芸術新聞社、2009年4月10日、58ページ。久保田市一、岩屋天狗と千年を報告した。53から54ページ。久保田市一、岩屋天狗と千年を報告した。 344ページ。久保田市一、岩屋天狗と千年を報告した。342ページ。ABC、差別用語 P95 から96。ありがとうございます。